皆さんどうもタイガーです。お疲れ様です。今回やっていくのは前イフリートのアビさん作ったじゃないですか。で今回ですね、シロドラフェスのトリオで一緒に出ることになったウォッチさんとペコペコさんがいるんですけど、その3人ともイフリートのアビさんを作ったんですよ、トリオのために。これがねやばいので見てほしい。というわけでやっていきます。ガチでやばいです。イフリートさんとロボガさんですね。ロボガのスキルのミサイルは、イフリートのダイナマイトを着火できます。はい、まあつまり何が起こるかって話ですね。やっていきましょう。いいゲームを、いや今いいゲームをしましょう。いくぜ。さあイフリートをね出します。はい、イフリートを出します。はい、イフリートを出します。はい、イフリートを出します。はいはいはい、はい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 、とりあえず取りました、倒しました。さあ新しい第3波、第 3? 第 2? はい、行きましょう。やばい、どっか行っちゃった。もういいや、行くなら行っちまえよ。よくわかんねえし、とりあえずイフリートいっぱい切ります。よくわかんないんで、はい、よくわかんないんでとりあえずイフリートいっぱい切りますね。はーい、ありがとう。どっち寝込むとも置こうかな、よくわかんないんで。トリオをやってる中で本当によくわかんないです。これ何が起こってるかちょっとよくわかんないですけど、なんか何か起きてるんでしょうね、きっと。何が起きてるのかちょっとよくわかんないですけど、きっと何かが起きてるんですよ。何かが起きてるだろう。はい、これはですね、なんかもう気づいたらなんかもう試合がまあ終わると、そんな感じですね。はい、お相手もインフリートでしたが関係ないというわけで、ありがとうございます。完全勝利です。これだいぶお相手ね粘ってる方です。これこのトリオの平均勝利タイム1分半です。白ドラはですね、新しい、まあ、単語といいますか、まあ、一つの言葉をね、作ったんですよ。作ったってか、思いついたんですよ。まあ、ソロは PS、タックは連携、トリオは、音ゲーです。トリオは音ゲー。ガチで。マジ、リズムですね。タイミング、本当になんだろう。大型のタイミング、もうみんなでトントントンの、このね、リズムが取れてると、相手は正直何もできない。そういう印象、やっていきましょう。ロボガをですね、最初2にしてるんですよ。で、まあいろいろね、試したんですけど、ロボガが、最初から3いる意味ないなってなりました。で、まあとりあえずイフリート切って、これ中型全部死ぬんで、即死で。もう全部死ぬんで、まずね。はい、気持ちよく全部死ぬんで、ちょっと大型効果関係ないもん、全部死ぬんで。はい、これ全部死ぬんで、はい、全部死にます。で味方がまたもう一個出してますというわけで取りましょう。はい、おお、守られた、うまい。これを抑えてくるとうまいな。でも詰まってる。もう何も考えずにイフリート切ってるから、詰まってる。あー、終わるこれ。終わる。これ。お相手がこれ、アビシャークですね。まあ正直ね、いろんなあれがあると思うんですけど、
わあ。わあ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 。いけー。で、こういうところでやっぱコスト使わせとけば、まあなんとかなるみたいな。ここあるかなと思うんですよね。さあ、よいしょ。よいしょ。よいしょ。あとはなんかもうどっかで。あ、よいしょ。なんか、これ結構相手また守るのうまいっす。本当に一瞬で終わるんですよ。適当にキャラ出すだけで。でも、止めてくるのは、その中でも止めてくるのは、これ普通に相手がうまい。ガチで。これね、なんだろう。この、はい、カチカチカチ。このね、何、構成やばいですよね。リズム感が良すぎる。はい、それではね、続いてやっていきましょう。なんだろうな、なんか説明が難しいんですけど、説明がとっても難しい。まあ、とりあえず強いです。はい、流行ると思います。一時期なんかバルガトリオが流行ったりとかしたじゃないですか。で、この固定はね、バルガトリオよりもやってること結構エグい気がするのと、なんだろう、バルガトリオメタなんですよ。バルガトリオをボコボコにできちゃうんですよ、この固定。もう、そこもタレブ、とんでもないこと起きちゃってるんですよね。でも最小限のコストで、あとはイフリートを投げるだけっていう、それが一番都合いいんですよね。はい、もうとにかく投げる。麻痺が入ってますね。麻痺ちょっとめんどくさいな。あ、でも終わりましたね。ちょっと麻痺めんどくさいかなとか思った時が私にもあったんですけど、なんか終わったんで多分特に問題なかったみたいです。はい、でエンジェル引いてるんでエンジェル上げましょう。よいしょ。まあ、イフリートはね、正直他のメンバーでも出せますんで、エンジェル持ってるメンバーがエンジェルをなるべく上げた方が、まあ都合がいいかな的な感じ。でも最後まで取れたらもうイフリートでいいですね。もうこの最終取り取ってる時のイフリートのこのダイナマイトのね、爆発率がやばすぎるんで、こうなっちゃったらもうとんでもないです。さすがにヤグマ道はめんどくさかったけど、トン、ただアニマードを全部やったっぽいですね。はい、ナイス。さあ、このコロアタック、さすがに死ぬ。さあ、いいよ。そっちのね、大事な大事な特殊部隊ちゃんがね、こっから頑張りますと。多分で、特殊部隊の攻撃もなんか3体いるぞ。さ、攻撃も一応ね、起爆するんですよ。ダイナマイトミサイルも実は今回対戦相手普通になんかしっかり粘ってくる。エッグエッグエッグ、なるほどね。なんか新しいの追加しないかってことさん、これ撮影していいですかって聞いてから新しいのを追加してる気がするわ。はい、それではね、4戦目いきましょう。このチケットで終わる。まあ、多分おそらく6戦やるでしょう。ってぐらい、まあこれもうね、前期のリーグからこの固定を始めました。前期のリーグからこのアビーフリートを始めて、あれ前期違う、今期か。今期のリーグの初日から始めて、今4日目なんですけど、負けた回数が、1回だけミラーで負けたんですよ。それ以外全勝してるんですよね。あれ1回だけね、判定勝利があった。それ以外全部白
落としてます、確か落としたか、点差あったっけなってぐらい、点差の記憶がないんで結構やってますよ。はい、後ろ任したわ。はい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 、後ろ見よう、さすがに見よう、 OK で、なんかいろいろとありましたけど、なんとかしてくれましたね、味方が。と思ったら、なんか出てきた。一応、アリンコ2体いってるんで、多分止まんないと思うんですけど。で、こうなったら、イフリート持ちは前行った方がいいな。味方が後ろ頑張って見てくれてる。ちょっと後ろ任しておいて、この隙に攻めよう。ありがとう、味方。あれ、なんか取られてる。全然見なかった。じゃあ、やられおこう。じゃあ、ナイス落城。はい。勝ち、勝ち、勝ち。はい。やばいね、マジで。何かが起きてるんですよ。で、たぶんなんですけど、おそらくコストガチとキャラ数ガチがやばいんですよね。なんでやばいかって、まあ、すげえわかると思うんですけど、ロボガとイフリートしか使ってないんですよ。ほぼ。それで、ほとんど相手のキャラを削ってるっていう。結構やってることやばいっすね。まあ、あとはこの固定に、今イフイートを3にしてるんですけど、まあ、全員アビさん作ったんで、今イフ3じゃなくて、エンジェルを混ぜるとか、マンドラを混ぜるとか、まあ、いろんな方法あると思うんですよね。エンジェル混ぜれば、ロボが死にづらくなる。イフイートを混ぜれば、イフイートの火力がやばくなる。マンドラを混ぜれば負けづらくなると。まあ、いろんなパターンがあると思いますが、実際にどのパターンが一番いいのか正直分かっていない。もうハモってるもんね。はい、なんか飛んできたもんね。取れちゃうんかいそれ。ちょっと味方のあれがちょっと遅れてるんで、タイミング合わせましょう。はいはい、ダイナマイト、ダイナマイト、まあとりあえず大丈夫でしょう。ナイスの茶法、素晴らしい。あ、もう問答無用、関係ない。何も頭を使う必要はない。イフリートをただ出すだけでいい。そしたら勝てる。イフリートダッシュに勝てる。割とこれ。ちょっと今回迎撃引きすぎなんで、あれですけど、まあ味方ここからイフリート持ってるんで、この最終取りでまで取っちゃうと、イフリートで終わるんですよね、全部。絶対これ防げないんで。全取り取った時のイフリートは、マジで防げようがないと思います。ゴブとか流しておきましょうか。はい、もう終わりですね。この世の終わりだよ、これ。本当に。こんなんどうしようもないでしょ。絶対無理だと思うけどね。やばいでしょ。いや、ナイス完全勝利でした。やばいよね、やってること。さあ、ラストやります。ラストで、ラストでまさかのフレンド来ました。誰かわからない。誰だろう、ヤマさんかな、わかんない。フレンドなんで強いですね。はい、まあとりあえずこの固定のヤバさは見せられたと思います。ヤバさは見せられたと思います。ゴブ、うわ、なんかあれついてる、優勝のマーク。ヨコミルさんと誰だろう、これわかんないや、本当に。なのです。なるほど、取りで欲しいな。まあ取れないよね。で、なんかテクいことする必要多分ないんですよね。テクいことしようとすると逆に負けるんで、こっちは
もう押すことだけ考えた方がいいと思います、マジで。余計なこと考えないで押しに行く。割とそれ、多分それが一番大事。余計なこと考えると多分負けます。はい、来た。はい、余計なこと考えないで押しに行く。ただそれが一番大事、おそらく。オッケー、素晴らしい。あのグリフォンの中に出ちゃったよ。無理だろこんなん。絶対にやばいんですよね、これやってること。絶対に無理でしょ。止まる要素がないもんね、これ。はい、まだイフリットいっぱいいるよ、これ。さあミサイルドドドンでイフリット死ぬじゃん、レードラ一瞬で。レードラいっぱいアイテムいるけど、いや関係ないもんな、ぶっちゃけ。それ死ぬじゃん、レードラ。うわ強、マジで。えぐいでしょこれ。やばいよこれ、相手これ真ん中と横ミルさんも腕を優勝者だったよね、確か。でもダブル優勝者だよこれ、真ん中と下で、で上フレンドだからね。えぐ。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今の現在の環境、マルチの環境分かったでしょうか。結論です、結論です、マジで。これがやばいでしょ、これです。6連勝全部危なげもなくスマートに落としました。はい、お二人ご協力ありがとうございました。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。